トヨタ年気自動車施策副社長豊田喜一郎氏抱負を語る愛知県衣トヨタ自動車工業株式会社では我が国の燃料資源に適合した最も経済的な自動車を製作して好評を博しているが同社研究所においてはますます国策に順応した自動車を製作せんと ディーゼルエンジンを完成し中型乗用車を試作し我が国自動車界に一大センセーションを巻き起こしている矢先に今また蓄電池自動車の製作が発表された副社長豊田喜一郎氏は同社の研究経過に関し次のごとく語った「我が国は常に燃料問題に困っているが 天然の水力を利用した水力電気は比較的発達しているのであるから夜間に使用する電力を貯蓄して動力ないしは燃料資源急貌に備える必要がありますう、古佐吉沖が上海において紡績事業を経営していた当時米国への移民が禁止されたるを非常に憤慨してなんとか日本人の力を持って 経済的に諸外国に打ち勝つことを考えねばならぬ。それには日本の水力を利用して、その電力を蓄電し、これを海外に輸出するか、これを飛行機、自動車などに利用しなければならない。と語ったことがありますが、大いに蓄電池の改良を痛感し、帝国発明協会に100万円を出して、 蓄電池研究の検証金としたのでありますその後各方面でこの研究に相当力を入れて部分的にはかなり改良されたものもあるが画期的大改良というものはいまだ現れないのでありますすべて発明というものは思いもよらぬところから生まれるのであって日本人の一人でも多くが 蓄電池の発明研究に注意を怠らぬようにするのがこの検証金の目的の一つでありますそれ以来毎年の審査会において蓄電池の改良進歩したものができつつあるが平常に自動車に採用して経済的なりと認められるものはなかなか困難でありました一方発明協会では100万円の利子を持って豊田研究所を作り 各種の蓄電池を研究していたが、この研究を委託された貫山博士は私の学友でありまして、その後の研究経過を伺いましたところ、非常な好成績を示していることを聞いて、喜んでいる次第であります。すべて可用な種類のものは、実験室内において実験的に作っているのでは、本当の研究はできないので、 ある程度は思い切って大量に作り実用に供さねばならないしかる後に欠点を順次に改良していくべきでありますここにおいて当社は従来の研究の結果相当の冒険であったけれども蓄電池自動車の電池を作ってみたところ結果は比較的早く改良されて東京芝浦に蓄電池試作研究所を作ることにいたしました また、発明協会においては従来の科学者が絶対に不賛成であるという点を抜山博士がある理由に基づき試験してみたところ従来のものより1割程度軽く振動にも強くしかも短時間の大きな放電に良い特性を持った優秀なものができるようになりました。今回当社は帝国発明教会から 蓄電池政策の権利を譲り受け蓄電池政策を開始すると同時に全然新しい設備によるモーターおよびシ,ャシーの製作を開始いたしましたもちろんこの蓄電池をもって最後のものとせず今後ますます研究せねばなりませんが現在の非常時局に際しガソリン節約の点からも多少なりとも実用化し得ると思います当社は、 燃料国策の立場から率先してある程度の犠牲を覚悟の上蓄電池自動車の製作に着手しましたが製品は来春発表の予定であります。